え、でフェアバンクスまでから向こう行くから北極圏に入ってそこから戻ってくるってことですよね。そうです、うん、でまたフェアバンクスに戻ってでフェアバンクスでもう一度装備整えてそこから次にカナダのホワイトホース次大きな町ホワイトホースまあ、そこからずっとロッキー山脈の方を南に下ってバンフとかは通ろうかなと、うん、でさらにそのままアメリカ合衆国に再入国して、うんうん、まあ大体ルートはあの西寄りなんですけど、まあ、そのままずっと下って、グランドキャニオンとかあの結構中入るんですね。そうですね、ちょっと砂漠みたいなところ、ね、やっぱりグランドキャニオンとかモニュメントバレーとか、うん、やっぱり歩いてテント張って寝たいなと思ってますので、うんまあ、その辺り歩いてラスベガス方面、うん、で一応アメリカに関してはロサンゼルスまで行けたらいいかなと、うん、でメキシコは歩くつもりはないですので、うん、あのやっぱり危険世界でもやっぱりもう、まあ、あの治安の問題ってもう私の知り合いは何人も襲われてあそう、はい、やられてるのでもうあそこで野宿してたら怖いなあ、まあ、周りからもやっぱり勧められないってないですし、やっぱりまあそこはちょっとスキップして、はい、次南米に飛ぼうかな。ああ、で中米はやっぱり治安の問題と政情不安があるから、ね、はい、そこはまあちょっと避けて、はい、それで、南米はどこに入るんですか。まあエクアドルかエクアドルの木とか、うん、ペルーのリマリマ、うん、あたり、まあどちらかで考えます。まだわからないですけど、そのまま南に下って、うん、もうおそらく標高がそこ4000ぐらいあると思うんですよ、うん、アンデス山脈。そうですね、はい、でまあ行けたらボリビアには入りたいなと思ってるんです、うん、ウィリエコと か,、うん、だからそうなるとちょっとまた内陸で、そうですね、結構厳しいと思うんですね、うん、でそのまま次ボリビアから下に行くと、まあ、まあアルゼンチン方面になるんですけど、そうですよね、うん、まあちょっとルートまだ未定ですね。チリ、チリのアタカマ砂漠、はい、あの世界一乾燥した砂漠があるんですけど、うん、そこ歩きたいなっていう思いもありますしそこからあのアンデスを越える道があるんですけど、めちゃくちゃ過酷なんですよね。それ過酷好きってことなの？まあ過酷も好きなんですけど、なんていうんですかね、その絶景が広がってて、その人が誰もいない荒野が好きで、うん、そんなところを歩く方が楽しいよっていう、うん、まあ、だって今までオーストラリアっていうのも、はい、じゃあもう結構そういう砂漠地帯とかなんですか。まあ砂漠なんですけど、うん、まだマシなんですよね。あのオーストラリアの砂漠って言ってもその道は一応ありますので、うん、舗装されて、でさらにそこから細い道に行くともう舗装されてないところもあるんですけど、うん、車でも4区しかも行けないようなところですけどね、うん、そういうとこ入ればまた別なんですけど、うん、やっぱりハイウェイっていうのが大きくありますので、うん、まあ、そこはまだ歩きやすいって感じですね、うん、オーストラリアはそのアップダウンが少ないので、うん、オーストラリアはぐるっと回ったんですか。いや、真ん中アリススプリングス、ダーウィンから、ダーウィンから下って真ん中、アリススプリングスは行ってないんですよ。その前にあの東海岸に出たんですよ、はい、その時実は遭難騒ぎになってまして私がもう2ヶ月ぐらい連絡が取れなくて家族とか周りと誰ともで、それで地元では遭難したっていう話になって、うん、大騒ぎになってたんです。でそれさえも知らずに、うん、私は必死で歩いてて、うん、でこう親が来ようとしてた探しはい、で捜索タイム出そうになってで、その前に
いろんなつながりがあって、たまたまリアカー引いてる、うん、それをし今はもう知り合いなんですけど、世界を歩き回ってるリアカーマンがいるんですよ他にも。あ、その彼がオーストラリアを下から上に向かってたんですよ、うん、同じタイミングで。で偶然鉢合わせして、いや、その彼がに私の友達がコンタクトを取ったんですよね、ブログから、でそれでこういう日本人見なかったかとか、うん、情報知らないかとか、うん、いろいろ結構聞いたりとかしてて、で今現在オーストラリアにそういうおかしい日本人が3人おるという情報が入ったらしいですね。それが親に言って、あ、じゃあそのうちの一人がうちの息子だなと思って来るのをやめてちょっと待って様子を見てて、はい、でそれを聞いていろんな流れつながりで、うん、これは早く一旦町の方に行ってちょっと連絡しないとまずいなとまずいなとみんな心配してくれてるなっていうことでルートを急遽変えて東の方に出たんですよ。あ、で最初ウリスベンの方に 出ようと思ったんですけど、やっぱり一番中央って一番距離が長くて、はい、できるだけ早く飛んでちょっと上に出たんですよ、うん、タウンズビルっていう、はい、タウンズビルですね、はい、僕行ったことあります。そこからこう次下がってきたんですけどね、うん、まあ東海岸出てしまえばやっぱり街が近いので、そうですね、うん、まだ連絡も取りやすい、電波も届く人もいる、うん、っていうので、まあ、良かったんですけど、私的にはやっぱ交通量が増えるし、うん、人が多くて野宿に困るんですよ、うん、結構厳しくてですね、うん、野宿してて罰金切符切られたりとかもありましたし、うん、夜やっぱ寝てて叩き起こされて、うん、ライト顔照らされて、うん、でその雨も降ってて、うん、そっから次寝場所探して大変なんですよ。一回荷物下ろして全部やってセッティングしてるのに、うん、そこで叩き起こされて、うん、もうそっから探すっていうのはやっぱ厳しくてですね、そういうのが何度もあって、うん、もうゴミ箱の裏とかに隠れて寝たりとかブルーシートにくるまってゴミに化けてもう人間ってわからないように、うん、でも物取りとかに会ったことないんですか？いや、ありますね。あ、やっぱり、はい、オーストラリアのそれもまた砂漠の真ん中でアボリジニに囲まれて、もう完全に彼らのテリトリーでテント張ったら、うん、夜来られて、うん、お金出せというふうにこう来られてそれお金だけで済んだんですか？いや、結局お金も払いたくなかったので、うん、食料をありました食料で許してもらいましたあ、すごいな。じゃあまだあれですね、日本一周だとかそのっていうのは楽な方？あ、全然楽です。もう台湾とか もう全然楽です。あ、台湾一周は道きれいにありますしね。ありますし、ただ交通に関してはめちゃくちゃ怖かったです。怖いですよね、はい、うん、半端ない交通なんで、うん、特に台北あたりとか、ね、バイクがすごいすごいですよね。で台湾の一番危なかったのが台北からタロコ渓谷に向かう、はい、海岸沿いの道があるんですね。清水断崖って言われるところですけど、うん、そこがやばかったですね。あそこはもう本当に死ぬかとそなんで？いや、もう道がまず歩くスペースなくてですね、で横も700、800メートルの崖なんですよ。そこをずっと張ってくっていう、そこをもう歩道もないところをリアカーなので幅もあるじゃないですか、ね、でトンネルがまたね危険極まりなくてですね、トンネルの中でカーブとアップダウンがあるので、もう歩いてたら私の姿が運転手から見えないんですよ、うん、カーブの先に私が歩いてると、うん、運転手から見たら姿が見えないで、いきなり曲がった先に私がいるんで、うん、しかも幅があるから、うん、引かれるんですよね。それが怖くて、もうやっぱりランプを何箇所もつけて、ヘッドライトとかテールランプで反射ベストとか着て、うん、あと お守りを手に持ってであと時間帯も考えて、朝の早い時間に起きて、その危険だろうって予測してるところはその手前あたりにあえてテントを張って、早朝を着て交通量の少ない時間を狙って走って、もう走って通過ですね。はあ、
そうじゃないと少しでもその危険地帯を早く越えないと、巨大なトラックが来て前も後ろも来たら逃げ場がないんですよ。幅的にもう逃げる場所がないぐらいなんです。オーストラリアもそれで3回ぐらい引かれそうになって死にそうになったことあるんですけど、それやっぱりリヤカーで行くっていうのは、はい、その、まあ、荷物を積みやすい、はい、運びやすいってことなんですよね。あの、まあ、私のな中ではまず歩くっていうことはやっぱり厳しいことなんですけど、移動手段として一番自転車よりもはるかにきついんですけど、ただ歩いて旅をするっていうのはザックだけでは絶対に越えられないような場所があるんです。うん、もうその無人地帯とか、はい、山の奥地とかなると食料水、うん、装備が持てない、うん、そうなると何かしら引っ張るしかないんですよ、うん、で引っ張る中で一番物を運ぶのに優れてるのはリアカーやと思ってるんです、うん、他にも前にこう押すカートとかあるんです、その走る用の、まあ、そういうそのスタイルで旅してる方っていうのは何人もいるんですけど、でもより多くの重いもの量を運ぶんだったらリアカーが一番。どれぐらい積んでんですか。一応多いところで100キロですね、はあ、水30リットル、うん、食料20日分とか、うん、はあ、で日本人で、はい、なんかちょっとブログとかいろんなサーチしてみると何人かおられますよね。はい、います。それ皆さんもう知り合いっていうか、はい、ある程度知ってます。あで繋がってる人間もいっぱいいますし、でやっぱり一緒に行くってことはないんですよね。やっぱり旅人ってそういう旅人でもいろいろあるんですけど、バックパッカーの宿に泊まりながら、うん、電車とかバスとかで移動するバックパッカーなんぼでもいるんですけど、うん、人力で大陸を歩くってなると、うん、やっぱりだいぶレベルが上がるんですね、うん、もう体力、気力、精神力、そしてそのサバイバル技術とか知識、うん、アウトドアの能力とか、うん、いろんなこと危険もいっぱいありますし、まあでも一番はやっぱり精神力。そうですよね、はい、ですね。これは冒険ですよね。まあそういうふうに言われる方もいますけど、私はやっぱり冒険っていうほどのやってるとは自分では思ってないですし、うん、で考え方が冒険家とは違いまして、うん、私はやっぱ旅が好きで、うん、出会いとかその景色、うん、旅してる中で見る景色、そういうのをやっぱり見ながら、うん、あの予定を決めず、うん、出会いによってあこっち行ってみようかなとか、うん、でそれでまた新たな出会いがあって、でそれがすごい楽しくてですね、あの冒険っていうのはやっぱりどこどこまでこう到達とか、そうですね、うん、で、まあ、目的意識がある、それが一番だと思うんですね、うん、出会いとかよりも、うん、そうだとまた考え方も違うじゃないですか、うん、私はなるほど、その過程がこう楽しいっていう思い、うん、でただまあ時には命かけて危険な場所にも行くこともあります。だからそれをまあ冒険ってね、うん、言われる方もいますけど、それはじゃあ何て言うんですかね、自分が見たいかなとかいうところですよね、はい、そこに行ってみたい、その景色が見たいっていう、はい、なるほどね。でまあ私はそれだけで旅してるんじゃなくてですね、まあライフセーバーとして、はい、まあ、修行も兼ねてライフセーバーって基本やっぱり水辺の救助っていうふうに、はい、考える方が多いんですけど、うん、私はそうじゃなくて、もう海とかも関係ないと思ってんですよ。陸だろうが山だろうが、どこであろうが、どこであろうが、困ってる人がいたら、うん、手を貸してあげる。まあそれが本当のライフセーバーかなって思ってまして、ね、うん、で
普段から旅しながらもそういう目で 見ながら旅してますので、例えば倒れてる人がいたりとか、まあ、何か困ってそうな人がいたら声をかけるようにしたり、何かしらできることないかなっていう思いで旅をしています。でやっぱりライフセーバー、まあ、人を救助したりするには、時には体力とか知識、そうですね、技術、いろんなやっぱいるんです、必要なことが。過酷な場所であればあるほど、その時にやっぱりそういった、まあ、体力とか力とか知識がないと助けられない、それをやっぱ鍛えないと自らを、そういう思いでいますので、やっぱり日々鍛えることを大事にして、トレーニングを大事に、まあ、日々トレーニングだと思ってますし。これ同じところに行くってことあるんですか、今まで。いや一応ありますね、その理由としてはやっぱり季節とか時間が変われば、ね、見える人も、まあ、見える人も会う人も違ってくるだろうっていう、はい、そういうところで言えばまさにその冒険っていうよりは、はい、逆に旅っていうところ、はい、いわゆるなんだろうなっていう。そうです。で、まあ、私写真を撮ることも好きだし、やっぱり雪のある風景と夏の風景、春の、ね、あの桜とか秋の紅葉とか、本当に違いますし、やっぱりそういう風景は、そうですね、その場でその時で、ね、しか見れないものっていうのはね、あとはそれ以外にも、ね、その瞬間でしか見れない景色ありますよね。やっぱそういうのが